スノースノースノー、今週はキロロリゾートからお届け。ゲストにはプロスキーヤーの坂本武宏さん、長野オリンピックモーグル代表、ワールドカップ優勝経験などを持つ彼が暴れまくります。スノースノー、吉田雅宏です。大川奈々です。本日はキロロリゾートに来ております。イエイ。奈々ちゃん、なんか見慣れない格好してますけれどもね。私人生で初めてこのハットスキーっていうものを持ったね。持ってるところだって見たことないもんねえ。なんかね、この大丈夫かな今日。いや、ウエアとね、スキーとね、このザックがね、すごいいいバランスだと思って、なんかね、さっきからちょっと写真撮りたくなるようなビジュアルなんですけど、僕も今日持ってきちゃいましたね。かっこいいですね。ね、このスキーでね、今日は滑り倒していきたいなと思うんですけれども、まあ、今回もですね、スペシャルなゲストをお招きしておりますので、早速お呼びしたいと思います。坂本武宏さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。坂本武宏さんはですね、長野オリンピック男子モーグル日本代表の経験があり、そしてですね、なんとワールドカップ初出場にて初優勝というですね、快挙を成し遂げたレジェンドスキーヤーです。現在はですね、コブのレッスン活動やバックカントリーの撮影をメインに活動されているプロスキーヤーです。坂本さん、本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。どうですか僕たち。いや、いいじゃないですか。見といたもって、もういかにもやるぞって感じでちゃんと馴染んでるかなと思ってすごい心配なんですけど、ね、大丈夫です、大丈夫です。私は初めてなんですけど、ちょっとね、視聴者さんも、あ、この人聖地以外は滑れないんじゃないかなって、薄々気づかれてる方もいるかもしれないんですけど今日はね、坂本さんの力を借りながら、このバックカントリーの魅力だったり楽しさっていうのをこう教えていただければ嬉しいなと思いながら。そうですね、ちょっとプチアドバイスでもしながら楽しんでいきましょう、はい、お願いします、はい、じゃあそれでは行っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause I'm gonna die young. Yeah, gonna die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. Where I left because I know my people needed me. Diamond in the rough, I don't know what it is they see in me. Go down as a legend in my city, cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no, I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put it on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause good die young. But here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. そうそう。坂本さんはどういったきっかけでスキーを始められたんですか？あ、もう完全に親の影響です。
もう小さい頃から背負われてどっかここか連れてかれて、気づいたらもう滑ってたっていう。そこからどういうふうにこう競技にのめり込んでったんですか？まあ、父さんの仲間うちがまあチーム作ってて、でみんなでそういう草大会に出るようになって、でみんなでポール練習するようになって、でそこにたまたま俺がいつもついていって滑ってて、じゃあ俺も出たいみたいな感じになって草大会出るようになって。最初はアルペン競技から始められたんですね。そうですね、最初はアルペンから。そこからどういうきっかけがあってモーグルにこう変更っていうんですか、転向っていうのかされていくんですか？そうですね、もともとあの札幌市の富津って言って結構急斜面のスキー場で滑ってたんですけど、そこやっぱりコブ斜面が多くて、はい、であとはまあ仲間内で地元の仲間でみんなでいつもジャンプしたりして遊んでて、まあその影響もあって、まあ仲間に竹はモーグルの方が合ってんじゃないって言われてモーグルを勧められて、で蓋開けてみたらめっちゃ楽しそうじゃんってなってやったのがきっかけです。イメージといえばやっぱりなんといってもワールドカップ初出場、初優勝、しかも日本人の初の快挙というところだと思うんですけど、あの時ってご年齢は何歳ぐらいだったんですか？あれが16か17だったかなぐらいです、ね。ということはモーグル始めてもう1年2年の 2、3年ぐらいですかね。そうですよね、3年目か、モーグル始めて3年目。始めた頃はどういう目標でモーグルを始めて、で結果そんなにこう快挙成し遂げられたんですか？いや、ただ楽しいからこっちやりたいと思って草大会出たら、あれ思いのほか成績出たなと思ってでそれから楽しくなってきて、でそこから徐々に上目指すようになって、まずは全日本みたいな。もうでもあっという間ですよね、そこまで。あっという間。どういうこう始められた時とこうワールドカップに出た時って、あ俺って結構世界で戦えてるなみたいな実感があってそこまで行ったんですか？もうポン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 そこまで成績出てしまったんですか？結構思ってた以上にポンポン成績出て、まあでもそのアルペンやってた時のトレーニングが半端じゃなかったんで、それが生きてるのかなっていう。その後もう一つやっぱりこう大きい出来事としては長野オリンピックっていうところがあると思うんですけど、オリンピックはやはりこう競技者として一つ目標にしていたステージなんですか？そうですね、あそこまでまあ、ワールドカップで1回チャンピオン取った時に、まあ、次はオリンピックかなと思ってたけど、でも僕の中ではワールドカップの方があの出てる人数もすごいし、あのなんていうのかな、やっぱりコースの荒れ方も全然人数が多い分違うんで、僕はワールドカップの方が全然上の大会だと思ってたんだけど、まあ行事としてはオリンピックの方が上だから、まあ、1回ぐらい出てもいいのかなっていう考えで。かっこいい、かっこいい。それで出れるのがすごいですよね。今年やっぱりこうオリンピックあったじゃないですか、モーグル競技にやっぱり注目して見ていたんですか？そうですね、たまたま友達の家でその時あの、まあ、猛吹雪の日だったんで出張で地方に行く予定だったんですけど、ちょっと諦めて友達の家で泊まるってなって、じゃあ着いた途端にモーグルの男子始まって、これ見ないとってなってみんなで見て、どういう風に感じられましたか？やっぱりあの教え子っていうよりはまあ
その、まあ、仲間うちっていうか、まあ、知り合い一緒に滑ったことある子たちが出てるんで、まあ興奮しますよね。今後のこうモーグル業界にこう期待するところとかってありますか？まあこれからはちょっとトップに立ち続ける期間が 長くあるんじゃないかなっていう期待はありますね。さあ続きまして、ナノちゃん。なんか今日も怖いな。そういうなんかナノちゃんに試練与える番組じゃないんだけど。でもさ、こういう機会がないとやっぱやることなかったからね。なんかすごい良かったなと思うけど、でも怖い。やっぱうまく滑ろうとするんじゃなくてさ、やっぱそっち楽しんでいこう、うんうん、なんかリラックスって言ってた坂本さん、うん、なんかガチって滑るんじゃなくて、なんか本当にそうやって言ってた。でもなんかすごいリュックも今日しょっちゃってね。はい、何入ってるんですかそれ。クロワッサン入ってました。雪山でおしゃれしようとしてるでしょ。なんかいつもパウダーヘボい人みたいになってるから今日頑張る。いや今日いい絵撮れてるよ。はい、うん、返事敬語になっちゃった。はい、じゃあ5秒前4321スタート。はい、いけ。ちょっと一段スタートしました。新鮮な牛乳の味がします。とっても美味しいです。ナナログです。本日はキロロリゾートスキー場の近くにある山中牧場さんに来ております。もうご存知の方も多いと思いますが、私は初めてです。ソフトクリームが有名ということなので楽しみに行きたいと思います。では行ってみましょう。こんにちは。おお。おすすめはじゃあ。おすすめはやっぱりバニラですね。バニラのソフトクリーム。はい。はい、ではそれを一つお願いします。コーンでよろしいですか。はい、コーンでお願いします。美味しそうですね。もうじゃじゃーん。もう美味しそうですね。こちら山中牧場さんのソフトクリームは搾りたての牛乳を使っています。ではいただいてみます。山中牧場さんのこの搾りたてのソフトクリームとパウダースキー、
最強の組み合わせです。今日はね、たくさんパウダーを滑ってこう疲れたのでね、帰りに糖分を吸収してまた元気に明日から滑りたいと思います。とっても美味しかったです。坂本さんが今後どういったこう目標があるのか、あるいはこう活動のこう展望とかがあれば最後にお聞かせいただきたいんですけれども。そうですね、スクールをまあ立ち上げて、まあ、一応その自分がまあトップで、まあ、自分のやり方とかを教えた人たちに、まあ、どんどんスクールで何て言うんですか、動いてもらってどんどんお客さん増やして、で、まあ、スクールがでかくしたいっていうのは一つと、まあ、あとはキャンプ場やりたいですね。アウトドアも好きなんですか？そうですね。で、まあ、ここ赤井川に引っ越してきたんで、まあ、土地は余ってるんでやりたいなと。ぜひ始められたら教えてください。ぜひ行きます、はい、じゃ今後のこうスクールの拡大と、あとこうキャンプ活動ですね。そうですね、ちょっと他にはないスクール、何でもどんなスキーでも教えれるっていう、どこでも滑れるスキーを教えるっていうスクールをやりたいなと思って。すごい活動にぜひ期待しておりますので、はい、頑張ってください。ありがとうございます、はい、今回はですね、プロスキーヤーの坂本武宏さんにお話伺いました。坂本さん、ありがとうございます。ありがとうございました。やばい、めっちゃ深かったね、ここまでやってるけど。第9回目のスノースノースノー、いかがだったでしょうか。世界に誇るキロロのパウダースノー、
そして坂本武宏さんのテクニックに圧倒されましたね。来週もお楽しみに。お前は優しいが足りてないな、ハングリーさ。昔から大体そんな類貼られた名刺。ノー天気偽善者、明るいチッピーに八方美人、どれもそうかも、なぜかこう、これが楽な姿勢、合わせます都合。あの時の行動、誰のための今日、わからぬまま始まるわさ。